はい、どうも、3回までやったところで、次回はと言ったっきりふと気づいたらですね、3年経ってました。3年ぶりにですね、3年の間に、なんで3年間もやらなかったのかというとですね、飽きちゃうんですね、何回かやると。始めた頃はですね、続けようと、思って始めるんですけれども、何度かやると、飽きちゃったり、他の方が喋、ってる動画を見るとですね、こんなにちゃんと自分はできないなと思ったりするとですね、その方がちゃんとやればそれでいいんじゃないかと、わざわざ僕の話を聞きたいっていう方もいないんじゃないかと思って、やめてしまったとも違う、飽きちゃった、飽きやすいということですね。3年ぶりぐらいになるんですが、タイトルもう忘れちゃってたんですよね。僕の言いたいこと、僕の言いたいこと、言いたいことですね。ラジコンだけではなく、もうざっくりしとかないと後で収集がつかなくなるので最初からこう曖昧なタイトルで始めたんですけど、今回も曖昧に行きたいと思います。今回でももう次回はいつになるんだかわかんないけど、ちょっとね、面白いことがあったので、撮ろうかなと思ったんで、ちょっとぜひご覧になってください。前回はですね、もう3年も前なんですが、プロポのスロットルワークに関してね、お話ししたんですけど、今後またプロポの話なんですけどね、プロポが前回スロットル、僕はすごく深い位置でこうスロットル操作をするんですが、プロポだこうここにできるわけですね。そんな位置にプロポでどこかできるのはおかしいよって言われたりしたんですけど、チーム横浜の、12分の1全日本チャンピオンを獲得している江袋トト選手がですね、全く同じ位置にプロポダコができてまして、同じような、指の使い方だなと思ったんですが、彼がですね、前から気づいてたんですが、ステアリングの持ち方がちょっと、変わった持ち方をするわけですね。彼は一般的にこんなような感じで操作するドライバーが多いと思うんですけど、彼は極端にこう指の関節の包み込むようにもうこういうところでこういうふうに操作するんですね。こう分かりますでしょうか。こういうふうに。でこれ彼はなぜそういうふうに操作するのか。ずっと疑問だったんですが、先日ちょっと江袋トト選手とお話しする機会がありまして、なんで、ね、そんなに深い位置で操作するのかという話をしましたら、江袋選手はですね、基本的に繊細に持てればそれがいいのであろうけれども、指は関節は近ければ近いほど、実際には
何かあった時に、対処がしやすい、まあ、要するに例えば極端な話これつまんだったら、まあ、滑ってしまうとかですね、そういったことも起こらないとも限らない。一番安全なのは一番関節の、まあ、少ないところで操作することが一番そのリスクが少ないというですね、これは理想と現実結構違いまして、理想はですねすごくリラックスして、丁寧に、操作できればいいんですが、やっぱりレースなんか特にビッグレースの決勝ですね、ほとんどの本当にチャンピオンが決まるかどうかっていうようなその瞬間の時はですね、やっぱり多くの選手はやっぱり手は震えています。冷静に本当にドライビングしきった選手というのは本当に数名しか見たことありません。ほとんどの選手はですねもう驚くほどに手は震えるし体も震えるし、もう究極の状態でやっぱりドライビングするわけですね。それぐらいやっぱり、ビッグレースのタイトルをかけたその最後の、何分間、特にファイナルラップなんかはね、そういう状態になると思うんです。で、江袋斗太選手はすごく印象的だなと思ったのは、そもそもそうなってもいいような状態で、痛いと。なのでどうせ自分の手が震えるような状況になってしまうのであれば、そうなってもいいように普段から練習していると。でその結果一番力が入ってもう究極の状態になった時にでも運転しきる、それをやり続けた結果、その指の深いところ、極端な、まあ、ドライビングスタイルですね、に、到達したと、その話を聞いた時にですね、普段からその、自分を冷静にとか、ね、自分を緊張しないように、これ理想なんですが、現実はそうはいかないんですね。やっぱり人間緊張もすれば、やっぱりプレッシャーに負けそうになること必ずあるわけで、最初からそのことを想定して、普段から練習している、ルクロ選手ですね。僕はね素晴らしいと思いました。そういった理由があって、プロポをこう包み込む、まあ、本当に特殊なスタイルですよね。練習しているっていうその準備ですね、素晴らしいと思いました。ステアリングの持ち方ね、皆さんその、なかなか自分のスタイルっていうのは確立しにくいと思うんですけど、自分が一番緊張した状態の時にどうなのかっていうことを考えながら、プロポステアリング操作を練習したりですね、これ全てにつながることだと思うんですが、なかなか理想通りに物事は進まない。ダメだった時のことも考えて普段から準備しておくっていうのはね、これ非常に重要なことだと思います。3年経って、ちょっとこう話がまとめられるようになるかなとか、もうちょっと話が面白くなるかなと思いましたけど、全く、進歩がない。変わったことといえばですね、ここに猫がいるくらいですかね。
それぐらいしか変化してないということで、また何年後になるかわからないですが、またこういった動画をね撮ることもあるかもしれないですし、撮らないこともあるかもしれないですけど、何かまた面白いことがあったらお話ししたいと思います。残念ながらですね、次もお会いしましょうとは言えないんですが、以上第4回になりますね。僕の言いたいことはでした。以上、おやすみなさい。なんか俺からとつまんねんだよな。